それは花市場の久保です。今日は産地と品種のご紹介をさせていただきたいと思います。今日は JA 北の沼間ウルワイリリーをご紹介させていただきたいと思います。ウルワイリリーは JA 北の沼間のマイケル材を使ったデジタルさせていただいている機械でして、まあ、品種の方は八重系と、スタンダード品種という一部に限られております。効果が出るものを選んで、こだわって、出荷していただいているという品種構成になっております。じゃあこちらから、これはオーディハイブリッドの品種のフロンテアという品種の品種になります。端っこいいですし、夏場でも草丈、ボリューム感もしっかり出る品種になっています。でこっちも同じくピンクのスーパーマスターになります。この品種もしっかりと花持ちも非常にいいですし、気持ちもよくボリュームもある品になっています。で白で言いますと、こっちのガンベージ、それもオーティハイブリッドですけど、軸もしっかりとしてますし、上向きの大輪咲きで、これからの芝に向けて非常にいいのかなというふうに思っています。で最後これまた、まあ、注目している八重のユリでアヌイスカという品種ですけども、ライトピンクの縁がほんのり乗ったすごい可愛らしい品種になります。なかなか今季咲きにくいんですけども、しっかりと毎種類してもらって気持ちも良くて、長く楽しんでいただけるのかなと思います。じゃあ本日は以上4品種をご紹介していただきました。ありがとうございました。